東京を狙ってるってことなんですよ。あ、ね、それ確かに衝撃だもんな。インパクト入ってくるとすごい衝撃だもんね。おおと思っちゃうもんね。圧倒されちゃいますよ、この今日またスケスケなものだ。スケスケそんなことあ、できたこういうの何着ぐらい持ってるんですか、よしきさん。いや、かなり持ってますよ。30持って。あ、そんなに。じゃあツアーとかライブで全部それを持って行って。そうですね。あ、まあ、ドラマーなんですけど、なんか着替えるの好きなんですよ。着替えるの好きです。ライブとかの時に。はい。こう着替える時間っていうのは曲と曲の間とか。着替えちゃうの。着替えちゃいます。はあ。何着ぐらいだ、お色直しはあるわけ。お色直しってもんじゃないですけど、うん、6着とか7着とか。1回に。回に。じゃあ2、30あんだけは足りないよね。そうですね。でもね、タモリさんね、こう筋肉隆々の人ってこう自分の体を見せたがるじゃないですか、うん、でも YOSHIKI さんの場合はどう見てもあんまり筋肉隆々って感じじゃない。抵抗感はないの。え、結構筋肉あるんですよ。あ、そうなの。はい。そのあれだけ激しく叩いてるからね、うん、筋肉のまあ種類が違うんだろう、ね、違うと。これ邪魔になんない、あれだけ激しく叩くときに。ドラム叩くときは脱いじゃいます、うん、だからステージ行ってドラムに行くまでの間の、うん、この瞬間だけの一緒なんです。一瞬の快楽ですね。そう、うん、これあの地方なんかも続けてこう回りますよね、はい、あれだけ汗出るわけでしょ。あ、クリーニング出します。クリーニングに出して次の日もうすぐ。あ、だから次の日は違う衣装だったりたまに着ちゃいますけどね。同じの何の着ちゃう。はい。そうだろうね。でもクリーニング屋さんも大変ですよ。こんなのキンキンキラキラいろんなのついてて結構ぐちゃぐちゃになって帰ってきますでしょ。あ、そうは大変だよな。これ悲惨だよね。そうなんですよ。綺麗にこうやって持ってこないんだ。こういうのってあの持ちはやっぱりあんまり良くない。そうですね、まあ、そう、何でも着るようなもんじゃないけどねそうそう。あ、そう、それじゃあ今日もはい、はい、じゃあ歌のスタンバイよろしくお願いいたしますね。はい、小室さんと。あ、小室さんいらっしゃいますね。あの、YOSHIKI さんの衣装はどう思いますか。はい、YOSHIKI さんの衣装。昔はよく着てたような気がしますけど、僕も。あ、小室さんも、ああいう感じを。小室さん、今日透けてますよね。僕も意外と透けてるの好きですね。好きだよね今日なんか忍者みたいな感じで座ってますけどねどうしてかっこ悪く言うんですか。そのかっこよく言ってくださいよ。あ、そうか。あれ、あの、よしきさんはマイク置いてきましたけど大丈夫なんですよ、これマイクなくてもね。これ大丈夫じゃないですか。大丈夫ですよね、はい、OK ですよね、はい。さて、アルバムのですね、ジェラシーより9月11日にシングルカットされるというサイレントジェラシーですが、よしきさんのコスチュームに注目しながらお聴きください。Trying to reach you on this gateway, find a time 計画の狂気に刀も潰されたまま Give me on my feet, give me back to myself, pretend you love me 指先まで真紅に染まった俺を見つめてもう耐えきれない孤独のセレナーデ共存の海に流し縛り色の天使を胸に抱いても I can't Don't stop, stop, stay, stay, don't you
Yesterday